も、お気楽にチャンネルです。今回は伝説のネタ、バレ集を紹介していきたいと思います。それでは、行ってみましょう。これで少年の謎はさらに深まった。おめえがベジータの子供だなんて。僕の名前はトランクス。20年後の未来から来ました。3年後に恐ろしい敵が現れます。それを伝えたくて。次回ドラゴンボール Z、 僕の父はベジータです。謎の少年の告白。そっか、それでスーパーサイヤ人になれるんだ。じっちゃん、みんな紹介するよ。息子の孫悟飯だ。成長したな。なんだおめえ。思い出せカカロットよ、宇宙一の戦士サイヤ人の誇りよ。何？次回ドラゴンボール Z、 史上最強の戦士は悟空の兄だった。父さん、僕本当に偉い学者さんになれるかな。そんな光の彼方に挑戦士は消えた。その名は誇り高きサイヤ人の王子ベジータ。おっ、ほら悟空、せっかくベジータが命を懸けて魔人ブーをバラバラにしたのに全然終わった気がしねえ。一体何が起ころうとしてんだ。バカな、魔人ブーの破片が動き始めた。次回ドラゴンボール Z、 悪夢再び生きていた魔人ブー。みんな、もう地上は危険だ。城之内が勝ったからビッグファイブも残りあと2人。でも追い詰められてデュエル経験のない静香ちゃんを狙ったりしないかしら。やっぱり静香ちゃんがデュエルを始めちゃってる。え、おとぎくんと本田も一緒なの。3対1で一見有利な対戦だけど、本田は素人同然だし、本当に大丈夫。次回男の花道、本田玉砕、デュエルスタンバイ。ついにペガサスの切り札トゥーンワールド登場。トゥーンになったペガサスのモンスターは海馬くんの攻撃を一切受け付けない。さらに奪ったブルーアイズまでトゥーンモンスターにして海馬くんを苦しめる。ちょっと、いくらデュエルモンスターズの生みの親だからって自分だけそんなカード持ってるなんて卑怯よ。次回海馬散る、無敵のトゥーンワールド、デュエルスタンバイ。やめて、ラーの緑心竜の特殊能力でギルフォード・ザ・ライトニングを焼き払われたら、闇のゲームでモンスターとつながっている城之内の精神まで燃え尽きちゃう。お願い、死なないで城之内。あんたが今ここで倒れたら、マイさんやユウキとの約束はどうなっちゃうの。ライフはまだ残ってる。ここを耐えればマリクに勝てるんだから。次回城之内シス、デュエルスタンバイ。その時、一つの星が銀河の中で瞬いて消えた。その時、一つの時代が終わりを告げた。次回銀河英雄伝説第82話、魔術師帰らず。銀河の歴史がまた1ページ。皆さん、いよいよお別れです。地球を守るガンダム連合は大ピンチ。しかもデビルガンダム最終形態へ姿を変えたレインがドーモンに襲いかかるではありませんか。果たして全宇宙の運命やいかに。機動武闘伝 G ガンダム最終回、ゴッドガンダム大勝利、希望の未来へ、レディーゴー。でしたか。皆さんも一度見たことあるものも多かったと思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、コメントもよろしくお願いします。